基本的には、相続人間の将来を含めた居住処分の希望を重視する。もう一点が、悩んでいるなら同居している相続人が取得するのが無難っていうのがポイントです。じゃあ、具体例を含めて、それぞれが取得した場合どうなるかっていうのと、まあ、なぜこのようなポイントになるかっていうことを解説させていただきます。具体例として、親族が全員同居していて、亡くなった方が父で、そこから妻、長男、長女っていうのが、相続人だった場合。で、全員同居してるんですけども、長女だけが1年以内に結婚して別居する予定っていう場合を、想定します。で、このような場合、まず妻が取得すると、妻の居住権、使用権っていうのが確保されます。まあ、当然ですけど、名義を持っていれば、まあ、名義が違う人の名義だったら、通常そういうことはないと思うんですけども、まあ、ちょっと出て行ってくれって言われることとか、あとはまあ、出ていかないんだったら、賃料相当額のお金を、振り込んでくれ、毎月払ってくれって言われるっていう心配っていうのは、まあ、関係性が悪くなると、親子関係ではあるんですけども、まあ、そういうこともあり得るので、そういうものをしっかり確保できると。で、妻が、取得するときには、まあ、子供2人も納得するかなと。まあ、自分の父親が亡くなって母親に移るとなると、どちらか片方の子供に行くわけじゃないんで、子供自身も納得しやすいかなというところですね。相続人全員の診療。で、各種特例。